張り切っていこう。頼りにしてるぞ。健康だ。さてと、これで行く。さてと、健康だ。相手する？叩き潰すぞ。隙を見せた。行け。壊れろ。これで行く。健康だ。気はあるんだ。頼むぞ。Yeah.
力か。勝ちは勝ちだ。喜べ。ジャック、調べてみて。よく見た方がいい。もらっておこう。手当てしておけ。さてと。敵がいる。やるぞ、ついてこい。面白くなってきたな。絶対に負けないから。まずいな。ジャック、体勢を。そんな、ジャックが。ジャック、出てきたか。ジャック、隙を見せた。行け。こらえた。体勢が下げられてる。先はあるんだ。頼むぞ。健康だ。やるか。降りかかる火の粉は払おう。まずいかも。落ち着いて対処するしかないだ。
まだやれるけどな。これで行く。そこにキューブが見えたぞ。調べておくか。卑下しなくていい。宝箱か。珍しいな。よかったな。叩き潰すぞ。チャンスだぞ。壊れろ。
ジャック様、クリスタルの祝福を。ジャックさん、クリスタルの祝福を。最近よ、腰痛が治ってきたんだよ。これも光の戦士様のおかげかね。いいことは全部あんたらのおかげかもってつい思っちまうんだ。子供たちの光の戦士ごっこ第2幕。光の戦士、腹を空かせてダダをこねる。あの姿、あんたらに見せてやりたいよ。あれは間違いなく魔物だね。この前、セイラ様とミヤ様が声をかけてくれたんだよ。こんな庶民相手に体の心配をしてくれてさ、本当にいい姫様だよね。ああ、こんな世界でももうちょい長生きしてみるかって前向きな気持ちにさせてくれるよな。もちろんジャック、あんたらも俺たちの希望だ。長生きできる平和な世界、期待してるよ。ここがアストスの城だ。せいぜい気をつけろ。帰りはどうすればいい？まずは生きてアストスに会うことを考えろ。この城は恐ろしいぞ。気を引き締めていこう。頼りにしてるぞ。さてと。見ろよ、あれ合成だな。こんな城に住むくらいだ。ああいうのがお好きなのさ。やるか。蹴散らしてやるさ。ジャック、とどめよ。邪魔だ。毒みたいだね。これで終わりだ。みんな気を引き締めていこう。ジャック、調べてみて。羽が生えた人間？いや、魔物だ。見た目は人だが、生まれは闇の中。魔物なら倒さなくちゃね。
て対処するしかないな。さっきの扉、これで開けられないかな。変更だ。よし、先に進もう。こういう城には隠し部屋とかお宝とかあるんだろうな。ダークエルフの王の宝か。興味深いな。さて、何が入っているかな。敵がいる。ジャック、戦おう。消えた。ジャック、気をつけろ。この辺にいるはずだ。突然現れるから驚くなよ。叩き潰す。あれはキューブか。調べておこう。見てよ、あのぐっさり刺さった矢。嫌だ嫌だ。でかい弓がこっちを狙ってる。に隠れるんだ。敵だ。降りかかる火の粉を払おう。
相手する？離脱できたみたい。俺はまだやれるけどな。開けてみよう。少々厳しい。どうする？戻るか、ジャック。近くで見ると本当にでかいね、この塔。どこ？任せてもいいか？当然。敵だ。やるぞ、ついてこい。あの弓を止められないのか？僕
出迎えだな。叩き潰す。を見つけた。休憩できそうだ。
健康だ。さてと。探索に戻るぞ。出てきた。よかったな。ここはあのでかい塔の中だろう。さあ奥に進んでみよう。
面白そうなやつだな。手を抜かないでよ。鎧の中から魔物が飛び出してくるのってそんなことあったよな。手を魔物扱いね。違う違う、なんとなく見たことがあるってだけだって。宝箱か。珍しいな。よかったな。出てきたか。ジャック、戦おう。ジャック、とどめよ。追いつかれて。なかなかやる。動けないのか。終わり。
やるか。次は気をつけよ。勝ちは勝ちだ。喜べ。これで楽に戻れる。多少は楽になりそうだな。これで行く。敵がいる。叩き潰すぞ。変更だ。ジャックが見せるあの力こそ俺たちが探し続けているものなのか。確信が欲しい。強い魔物と当たればはっきりするかも。キューブだ。休憩できそうだ。これで行く。誰もいないな。海賊に騙された。まとめて吹き飛ばせる方法はないの？今のは聞いていたぞ。あまり使いすぎないようにね。
見たか、あの戦いぶり。まさにジャック。ああ、ジャックだ。やっと巡ってきた。何が？素晴らしいぞ、ジャック。そしてアッシュ、ジェド。やあ、ネオン。なぜ知っている？それがダークエルフさ。ダークエルフとは。俺たちはクリスタルのありかを知りたい。それだけだ。これは頼もしい。未来を切り開くのは君のような大雑把な人なのだろうな。称賛と受け取っておこう。ここがこの城だ。そしてこの森を抜け、さらに進むと塔がある。風のクリスタルはその塔の頂上。森も塔もなかなか厄介だから気をつけるんだな。何か質問は？お前がカオスと取引をしたという話は本当か？カオスと取引するのは君たちだよ。カオスとは混沌の闇が意識を持った魔物。クリスタルが機能を停止したのはカオスの仕業。クリスタルを復活させたければカオスと取引をするしかない。もちろん取引というからには代価が必要で、それは君たちの命ということになるだろう。何がおかしい？旅立ってから聞いた一番喜ばしい情報だ。良い旅を、ジャック。